先発で使えませんから山本正雄、駒田、こういうところを使わざるを得ないんですが、駒田どうですか、少し良くなりましたか。難しい質問ですよ。いいんですよね。ほらやるでしょ、前に出したり横に動かしたりね、はい、そして、その後13日はスタメンで起用されまして4打数の2安打とヒットが出るようになりました。前か、すべての人にありますからね。そうね、もうただ勝てばいい、ただ、負けなければやっぱり3割近い、ね、それはもう打者でも大切な人ですよね。練習しないで打つんですからね。やっぱりいいですけどね、うまくいかないね。行くわけですね。そうするとなんか力以上のものを出すという部分があるんですね。スイング、これが内野安打になった。その後篠塚にツーベースを浴び、中畑にツーベースを打たれて2点を失っています。ないわけですから、岡崎最初も変えちゃうのかねえ、落ちて変えてますね。もうこうなるともう僕ら全て失敗が帳消しになりますからね。セカンドゴロ。